どうもリベロです。今日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日2021年3月14日日曜日、明治安田生命 J1 リーグ第4節、清水エスパルス対サガン鳥栖の試合でございます。いやー、エスパルスはこのオフシーズンに補強でストーブリーグで J リーグの主役に躍り出たわけなんですけども、対するサガン鳥栖はこの開幕、誰が予想したでしょうか、この3連勝、しかも無失点、サプライズって言ったらちょっと失礼な言い方になってしまうかもしれないんですけども、いい意味で誰も予想していなかったのではないでしょうか。しかも今日発表されたスタメンを見ますと、メンバーを変えてこなかったみたいですね。若い選手が多いのでその辺は大丈夫ですよってことなのか、ゴールマウスにはパクイリグ選手が鉄壁の守護神として立ち上がっておりますし、エドアルド選手、確か、うちとの去年の試合だったかな、スーパークリアがありました。そして、去年までエスパルスにおりました、僕も大好きでした、ファン・ソッコ選手が、待ち構えております。なんとかその固い守りに風穴を開けたいところなんですけども、シュートを打たれてないわけではないので、前線の3枚、サンタナ選手、カルリーニョ選手、中山選手、今日もスタメンに入っておりますので、なんとか先制点をもぎ取ってほしいところであります。あとスタメンをご覧いただくと、こちらになっているんですけども、鈴木唯人選手とヘナト選手、そして達田選手が今シーズン初スタメンですかね。左サイドバックの片山選手がルヴァンカップ含めてちょっと連戦が続いておりますので、今日は休養ってことだと思うんですけども、一応予想では達田選手が右に入って、左に原輝樹選手が行くんじゃないかなと思っております。達田選手が入ることによって高さの面でもより迫力が増しますので、セットプレーの面でも期待していきたいと思います。あと今までの形ですと、おそらく中盤の底にヘナト選手が入ると思うんですけども、彼が入ることによってより河合選手と鈴木唯人選手が攻撃に重きを置くことができる。そして鈴木唯人選手、 J リーグ初ゴールをそろそろ見せてくれ。もうみんな思ってると思うんですけど、もうそろそろ決めてもいいんじゃないかい、ゆいと。ただ、ごっちゃんとかレレ君のように、守備の面でも今までのように貢献できるかどうか、そこも重要なポイントになってくると思います。それでは、間もなくダゾーンの中継が始まりますので、準備してまいりたいと思います。サガン鳥栖に今シーズン初、土をつけて、屈辱の涙を流しながら、鳥栖に帰っていただきましょう。本日もよろしくお願いいたします。リベロチャンネル。今日普段キャプテンマークを巻いている竹内選手がベンチにいるので、スタートは権田選手がキャプテンマークを巻いております。頼むぜ権ちゃん。ここまで新戦力の活躍が目立っておりますけども、片山選手、ロティーナ監督の申し子と言われる片山選手がいなくてもやれるんだぞっていうところ、特に、ユーゴ、ヘナト、ユイト、新戦力に負けねえぞっていうところを見せていってほしいと思います。さあ、エスパルスボールで前半キックオフです。鳥栖がもう初っ端からガンガン来てますんで、なんとかそれをいなしながら前へ運びたいところでありますけども、ちょっとまだ始まったばっかりですけど、カルが左サイドにいないですかね。サンタナ選手とツートップ気味になってるように見えるんですけども、ちょっとこれまでとはフォーメーションも状況によって変わるのかもしれないですけども、最終ラインが達田選手、バウド選手、鈴木義則選手、3バック気味になってるんですかね。さあ、間もなく15分となろうかというところなんですけども、なかなかボールを保持できない。さあ、今20分を過ぎたところですが、エスパルス側はここまでチャンスなし、シュートもまだしてないかな。あ、ユーゴが無理やり遠目から打ってったっていうのはありましたけど、いい形でのシュートはなかなかない。さあ、25分過ぎ、飲水タイム明けで、どちらがうまく修正していけるか。カルカル、オッケー、オフサイ、どう?あー、完全にオフサイドですね。まあ、VAR もあるので、この辺は、今年はしっかり、判定されてしまいます。しょんない。これで乗っていこう。なか
なか後ろからつなげず、長いボールを蹴ってもサンタナ選手にも収まらず、なかなかセカンドボールもことごとく相手に渡ってしまって、そしてアディショナルタイムもあと5秒。ここで前半終了でございます。なんとか無失点。ほとんどトスがボールを握る展開でしたけども、メンバーとフォーメーションもちょっといじってきたせいなのか、ちょっとうまくいってないというか、トスのやりたいことがうまくいってると言うべきなのか。で、特にちょっと今日久々に先発で出ているエナト選手、タツタ選手、鈴木ユイト選手がうまくゲームに入れていないような印象です。特にユイト、パスミスから危ないシーンになりかけたっていうシーンが何度かあったので、盛り返してアピールしないと、ライバルいっぱいいるから、ほんとユイトのポテンシャルはこんなもんじゃないっていうのはエスパルスサポーターみんな分かってると思いますんで、なんとか後半で手のひらくるりさせてほしいです。あとは今日ユーゴも入って高さのある選手揃ってますんで、後半西澤くんのセットプレーからゾーンっていうのも期待していきたいと思います。ホーム初勝利、今日こそ見せてくれ。タイムで前半のスタッツが出てるんですけども、うちはシュート2本、枠内シュート0本、これはちょっと寂しすぎる。ハーフタイム。タイム。さあ後半選手たちが登場して、タツタ選手とソッコ選手が何やら話してますけども、ね、タツタ選手もなんとかここからアピールして試合に出続けて、ね、また鈴木選手から学べることも多いと思うんで、バウド選手からポジションを奪うぐらいの気概でやっていってほしいと思います。後半どちらのチームも交代はないようです。さあサガントスボールで後半キックオフです。さあワンタッチでサンタナいけ、あちょっと体勢が崩れた。いやでも後半立ち上がりいいんではないでしょうか。コーナーキック蹴るのは河合選手、いけ、うわー、カルフリーで打ったけども、さあ立ち上がりはよし。ただこっから守備は原選手、フリーキックかー、ね、原選手も相当フルス対戦で気合が入ってると思うんですけども、冷静にプレーしたい。ここで原選手にイエローカード、おお、びっくりした、入ったと思った今。あはははは、そこやめてよそこ。60分を過ぎましたが、まだお互い交代カードは切らず、相変わらずトスがボールを握る展開は続いてはいるんですけども、徐々にエスパルスもチャンスを作り始めているというところです。ちょっとユイト本当今日どうした。ここで62分、ヘナト選手が座り込んでしまいました。どうしたヘナト、痛いか、痛くなっちゃったのか。竹内選手がすでに準備しております。ちょっと万全の状態ではなかったのかヘナト。ちょっと立ち上がってはいますけども、やっぱりここでヘナト交代。自分の足で歩いてはいるんで、そこまで大怪我ではないかもしれないんですけど、ごっちゃんが準備してたんで、おそらくユイトに代わって入るものかと思われます。やっぱそうですね、ユイトに代わってごっちゃん、後藤選手、鹿島戦以来のゴール期待しておりますごっちゃん。さあ間もなく後半70分というところで飲水タイムなんですけども、サンタナ選手がちょっと体重そうに見えるな。ディサロ選手、レレ君に変えるとか動きを見せてほしい、個人的にはロティーナ監督。ただここまで3連勝、そして無失点のサガントス相手にまだ得点を許しておりません。ここで河合選手に代わって中村選手、そしてサンタナ選手に代わってレレ君、お、やっぱり来た、レレマスクをホームで見せてくれ。おお、防げ、おお、ああ、
コンちゃん触ったのか、バーに当たったけど。さあ、後半一番怖いシーンだったところをなんとかしのいで、トスのプレスが早い。さあ、79分、相手のコーナー。セットプレーの失点を減らしていこう。うおー、怖ー、またバーに助けられたー。息ができない。息がつけない。よく走るなー、もう。トス、いいチームですよ。あー、今、二度のピンチのシーン、スローで流れてるんですけども、権田選手どちらも触ってるんですね。うん。ここで、82分、カルに勝って西澤くん。カルお疲れ。そして西澤くん頼む。時間は少ないけども、爪痕残そう、ものにしよう。チャンスを。おー、ゴンだ !84 分。完全に枠に行ってましたけど、ゴンダ選手。これが日本代表の力。助かった。ただもう、あそこ、シュートを打たせないようにっていうことで今シーズンやってきたと思うんですけども、防戦一方、押し込まれるシーンが続く。さあ、ここで90分経過、アディショナルタイム5分。もうどこ蹴ってもトスの選手がいて、ボールを奪われてしまうような印象。さあ、権田選手がゴールキックを蹴ろうかというところで、ここで、試合終了でございます。スコアレスドロー。スコアレスドローではあるんですけども、完全に試合はトス。何もさせてもらえなかった。ここまで3節やったどのチームよりも脅威を感じたというか、負けこそしなかったんですけども、何もさせてもらえなかったなっていう印象です。ただその強いトスを無失点に抑えて開幕4連勝を阻止した。ここは評価していきたい。もしかしたら去年までだったら押し込まれて根負けして最後終盤間際に1点取られてっていう試合だったのかもしれないんですけど、ほんと権田選手が来てくれてよかった、ね、あと彼とバーとポストに助けられた試合でした。前日練習の時に片山選手にちょっとアクシデントがあったみたいで、怪我で急増のもしかしたら不振だったのかもしれないんですけども、それにしても何もできなかった。で、片山選手がいないと何もできないっていう、そんなんじゃダメですよ、エスパルス。絶好調、トスを無失点に抑えたということを自信にして、そのいい守備から、まあ、バーとかポストに助けられたシーンもあったので、いい守備と言い切ってしまうのもどうかとは思うんですけども、この守備から攻撃にどうつなげていくのか、今後、まだまだ課題は多そうでございます。ただ、ゆいとどうした？パスミスだったり、彼のところでボール狙われて奪われるっていうシーンが結構あったので、去年まではそれを一人で剥がしてっていうシーンも見受けられたんですけども、ちょっと心配です。リベロチャンネル。お疲れ様でした。本日の動画以上になります。今回も最後までご覧いただいて誠にありがとうございました。この動画もしちょっとでもいいなと思ってくださったら、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。タサポさんも大歓迎でございます。あと私リベロはツイッターをやっておりますので、下の説明欄からフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の試合、もう中2日ですぐ、広島戦が来てしまうわけなんですけども、その時の動画でお会いいたしましょう。リベロチャンネル、リベロがお送りいたしました。レレマスクが早く見たい。